今日の十人十色は花材から薬杉までなんと80種類もの木を使って建てた家です。うわー、なんか木の香りがここまでしてきそうですね。実際してますしね。もう大きさも色も違ういろんな種類の木を使ってるんですね。キッチンも木ですね。素敵。ほら、トイレも、エアコンも、おかしい。他の端っこか。もう春やね。のどかだな。十人十色。今回の舞台は福岡県大川市。室町時代から木材の集積地として栄えた町で、家具の産地としても知られています。こんにちは。こんにちは。こんにちは。高田さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。真澄です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご主人、やっぱりここは昔から家具とか材木とかいうので栄えてたんですか。はい、そうですね。この川の上流に大分県の日田市っていうところがありまして、そこが杉の産地で、いかだで流してこの港に持ってきてたんですね。そんな木材の町で生まれ育ったご主人は、地元に念願の家を建てました。こちらです、はい、こちらが自宅です。こちらですか。そうです、はい。なんかすごいいっぱい。これ何ですか。これ材木ですよね。そうですね、はい。うちが材木や製材所をやっておりまして。ご主人は木材の町福岡県大川市で63年続く製材所の3代目社長なんです。ってことはじゃあ奥様、はい、社長夫人ですか。関わらない。両端に材木が、はい、そうですね、はい、ね、並んでますけど、はい、あ、もしかしてあれですか。お家あれです、あれです、はい、やっぱり木ですね。あ、もちろん、もちろん木です。すごい存在感。全面木で覆われた貫禄たっぷりの外観、さすが製材所社長の家です。いろんな種類の外の壁はですね、1種類だけですね。そうなんですか。はい、そうですね、はい。加工の方法とかサイズとかによって、はい、まあ、違った風に見えますけど、全て同じ木です。外壁に使われているのはカナダ産のレッドシダー。屋根や外壁の材料として使われ、雨風に強く断熱性にも優れている木材です。では早速家の中へ。でもこれまだ木があるし、あ、ここはまだ中庭ですね。空も見えるし、中庭ですか。じゃあまだここは外なんですね。そうですね、はい、本当の玄関はこれです。またパズルみたいでおしゃれですね。はい、4種類の木を使って、はい、この1枚の扉を、扉は4種類使ったんですね。そうですね、はい。おお、ついに中に入ります。なんだか料亭のような高級感あふれる玄関。失礼します。はい、どうぞ。お邪魔します。わー、すごい木の香り、すごい香りですね。吹き抜けのある明るいダイニング、木をふんだんに使い、温かみが感じられる空間です。もう本当にいろんな種類の木が使われてるように思うんですけど、はい、でもなんか形とか幅とかバラバラじゃないですか。はい、バラバラですね。はい、なんでこういう感じにされたんですか。まあ、要するに倉庫に眠っててほっぽり出されてた端材を、はい、まあ、使ってこの家を建てようと。見た目はちょっと悪いけども使えるものは使えると。短いものは短いなりに使う、長いものは長いなりに木の個性をこう生かしていくっていう。やっぱ木ですね。薬杉。はい、薬杉で世界遺産の。倉庫に眠っていた端材から世界遺産屋久島の杉まで、
適材適所、木材のプロが木の可能性を最大限に引き出した家なんです。福岡出身のご主人と大阪出身の奥さんは15年前に結婚。先代から会社を受け継いだご主人は去年3代目社長に就任。しかし待っていたのは厳しい現実でした。景気は一言で言うと悪いですよね。昔は多分うちの父とか祖父の代はうわうわだったんでしょうけどもまあこの仕事して15年になりますけど、そういうことは一回も味わったことはないですしかつては材木で栄えたこの町も安い既製品に押され、製材所の数は全盛期の3分の1に。そんな状況にご主人は、まあ、どうにかしてやっぱり大手のメーカーさんが主流の住宅にまあ対抗するじゃないですけど、まあ、この家をまあショールーム代わりにして、まあこれを見ていただけたらもっとこう木の良さとかっていうのが分かるし、まあじゃあこれで使ってみようっていう方が増えてくるんじゃないかっていう。この存在感のある壁、床、そうですけれども、大体やっぱり何種類ぐらいの木材使われてるんですか？この家全部で80種類ぐらいの木を使ってます。80種類、はい、なんとこの家には80種類もの木材が使われているんです。そして床や壁の一部に使っているのは端材。木材を型に沿って切った際に出てしまう余分な切れ端や見栄えの悪い部分をうまく活用しているんです。あ、こういうのですか？そうですね、はい、ちょっと傷があったりとか、まあ、虫食いの跡があったりとかですね。なるほど、はい、ご主人はその多くが捨てられる運命だった端材も使い方次第で十分活かせることをアピールしたかったのです。この窓枠も木なんですね。全部、はい、アルミサッシはこの家は1枚もありませんので、はい、窓枠には硬く開け閉めの衝撃に強いウォールナットを使用。カモイや敷居も職人さんが一つ一つ手作りしました。本当にもう木、木、木で埋め尽くされてますけど、これ、はい、エアコンですよね。これはエアコンですね。エアコンまで木ですよ。これやります？これは木じゃないんだけど。シール。木じゃないんですか？シール？シール？実はこれ木目調のシールが貼られた既製品のエアコン。いやー、こんな家電売ってるんですね。ここも全部木なんですよ。ねえ、よね。おお。家具の町、福岡県大川市。製材所を営むご主人が80種類もの木を使って建てた自宅兼ショールーム。続いてこっちから中に入るんですか？はい、両方どっちからでも入れるんですけど。はい、はい、失礼します。おお、わー、かわいい。キッチンにも木がふんだんに使われています。ここも全部木なんですよ。木ですよね。初めはもうすごく嫌だったんですけどね。嫌だったんですか？私はなんか石とか人工大理石がいいなってこうイメージがあったんですけど、キッチンってやっぱそういうイメージがありますね、はい、あったんで、うん、ですけども、主人が絶対木じゃないと、うん、ダメって、うんうん、木は腐るとかいうイメージがあるみたいなんですけど、そうですよね、まあ、これはきれいにコーティングをしてますんで、はい、水も弾きますし、油が飛んでも大丈夫ですし、木でもこういうことができるっていうのをちょっと、うん、見てもらいたかったっていう。さらに木の特性を存分に生かしたスペースがこちら。失礼します。おお。天井、壁、床、すべて木で覆われたトイレ。
消臭剤を使ったことがないんですよ、このトイレ。え、もう木が匂いを全部吸い取ってくれるので。トイレの床には消臭効果の高いクスを使用、おかげで匂いが全く気にならないんだそうです。リビング、はい、はい、お願いします。あ、開いた、すごい、うわ。大きな扉を開けばダイニングと一続きになるおよそ10畳のリビング。いやー、いいやないのこれ。またリビングも木の壁ですね。あ、これは、はい、薬杉の壁ですね。薬杉？はい、薬杉です。薬杉ってあの薬杉ですか？はい、世界遺産の屋久島の杉です。世界遺産屋久島に自生する杉、薬杉。なかなか出回ることがない超高級木材です。でもやっぱり薬杉って、はい、やっぱなんかブランド力というか、はいはいはい、名前がすごい有名じゃないですか、はいはい、こんな壁に使ったらすっごい高いイメージがあるんですけど、どう、まあ、あの通常はものすごく高いんですけど、要するに端材ですよね。そういったところで、あの通常よりもかなり安くできるっていう。こちらにも壁がありますけれども、はい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 、これまたちょっと今までのとは違って立派な一枚板ですね。まあ、一枚板なんですけど、これは突き板と呼ばれるもので、はい、表面は 0.3 ミリぐらいの薄い板なんですね。はい、え？実はこの壁、安いベニヤ板に高級な木を薄くスライスした突き板と呼ばれるものを貼っているだけなんです。じゃあこれハリボテってことですか？まあ、ハリボテといえばハリボテですけど、まあこれはあの印刷じゃなくて本物の、本物の木、本物のハリボテ。ハリボテ。まあ見事に木に囲まれたお家です ね。もう奥さんがキキキリンに見えてきましたね。キキキ。同じ木でもこんなに色も全然違うんです ね、うん、適材適所とはこのことなんでしょうか。ねえ、私たちでも、あ、これは使えるかもと思ったのが、うん、月板。月板ね、はい、ベニヤ板に月板を張った壁、うん、でその月板というのがそれなんです。それはアフリカのゼブラウッドという木の月板だそうです、うん、でもこれさ、うん、薄いからこういう服にもなる、なるなる、あら、腹巻きとかあると思いますよ、ね、せやけどね、ちょっとお腹いっぱいになってしまったらバリって破れますよね。そこを気をつければ大丈夫です。こちらに貼り付けたものがあるんですが、これはベニヤ板にその同じゼブラウッドを貼り付けたものなんですね、うん、で1平方メートルでおよそ2000円なんですが、うんうん、これがもし無垢材だと、はい、やっぱりその10倍以上はするそうです。2万円以上、見てください、こんな使い方もできるんです。え、これはスマートフォンのカバー、はい、でこちらは筆箱に月板を貼ってあるんですけれども、本当だ。でもこうやって貼ると少々のこういうひしゃげは問題ないんですね。もともとが薄いものなので、そういった柔らかいものにも使えるんですね。業者に言ってオーダーしてそういうのを作ってくれるそうなんです。だからお好きな月板で選んで、あのスマートフォンカバーでお願いって言ったら出来上がってくるみたいです。じゃあ僕このなんかアフリカのこれでお願いします。アフリカのゼブラウッドで。ゼブラウッドでお願いします。ご発注ですか。こちらの高田さんのお宅は木の家に暮らし始めてから、うん、必要なくなったものがいろいろとあるそうなんですね、はいはい、例えば消臭剤もそのうちの一つです、ね、あと除湿剤はやっぱり木は湿気を吸ったり吐いたり自分で調節してくれるので、呼吸してくれるからね。そうなんです。さらに鼻炎薬なんですが、これお兄ちゃんはもともとあのずっと鼻炎で週に1回ぐらいあのお医者さんに通ってたそうなんですが、このうちに引っ越して1ヶ月ぐらいで随分と症状が軽くなったそうなんですね。なんか見栄えだけじゃなくてこんなにいいこといっぱいあるんですね。いいことだらけですね。さあ続いては2階へ。これはあの先ほどの壁からずっと、はい、あ、じゃあこれも全部薬杉ですか。はい、続いてる。さすが、はい、階段も全部木ですね。